前走3年5ヶ月ぶりの芝のレースとなりました日経賞となりまして、いかがでしょうか。はい、ちょっとダウトでね、馬がなんていうんですかね、早い子があまりやる気っていうのかな出てないんで、まあ気分転換っていうかね、最初の頃芝も走ってたんで、まあ使ってみようかっていうことで、行きましたけど、まあ本当競馬のレースの流れに乗って姉妹までしっかり走れたんで良かったと思います。そのレース結果を見てこれならという判断になったんでしょうか。そうですね、まあ他にもあるんですけど、まあ年齢もあれですから、まあ長い距離の G1 に行ってみようということで、天皇賞挑戦を決めました。決めてからここまでの具合としてはどうでしょうか。特に何の問題もなく順調に来れたんじゃないかなと思ってます。そして今朝の追い切りは、ハーツイストワールド2度合わせでしたが、はい、どんな指示を出されたんでしょうか。まあ、先週までだいぶやってるんでね、まあ輸送もあるんで、少し控え気味っていうのがね、馬慣れで、さっとやりました。国枝調教師ご自身のジャッジとしてはいかがですか。ね、本当いい雰囲気で来てるなと思ってますよ。何ら問題ないと思います。状態についてはでは自信を持って臨めるわけでしょうか。そうですね、早い子の状況は問題ないんでね、まあ自信というかね、まあチャレンジというところで面白いんじゃないかなと思います。距離の 3200m についてはどうでしょう。もう全く問題ないと思いますよ。そして今回武豊騎手、はい、このコンビとなりますが、これは頼もしいですね。そうですね、やはり天の小男ですかということでね、まあいろいろ知り尽くしてますし、早くにも乗ってますし、まあ芝でいいところを見せてもらえればと思います。どんなレースを期待されますか、武豊騎手。はい、まあ武豊君なんでね、まあこちらが思うよりずっとこう、いい競馬してくれるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ白い馬体が3200、はい、駆け抜ける姿、ファンも楽しみにしてると思います。そうですね、やはり特徴的な馬ですしね、こういう馬が走ってもらえるとね盛り上がるんじゃないかなと思います。では早やっこファンに向けて一言お願いします。はい、まあ本当に丈夫な馬でね、いわゆる二刀流できましたんでね、芝でも重賞を買ってもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。